なんじゃも SAR の顔面偏差値を診断していこうと思います。頭にコイルをモチーフとした大きな髪飾りをしており、オーバーサイズの萌え袖に、ノースリーブのチャイナドレスのようなデザインでとても可愛い見た目をしていますね。ガンバーリーリエの顔面偏差値を診断していこうと思います。 リーリエはポケモンサンムーン、ウルトラサンムーンに登場するキャラです。ストーリーにおいて重要な役割を持っており、キャラの可愛さから高い人気を誇ります。いつもはお嬢様気質なキャラですが、イラストのポーズがアクティブな印象になってるため、頑張ばりーリエと言われているようです。 観光客の顔面偏差値を診断していこうと思います。観光客はポケカ界隈で最も人気なイラストレーター斎藤直樹さんがデザインしたカードです。斎藤直樹さんのカードとして今後も常に注目され続けていくことが予想できます。 最新弾などで一過性の人気を得て高騰するカードはすぐに価格が下落しますが、斎藤直樹さんのイラストはファンが多いため、需要が急激に下がり根崩れすることはまずないでしょう。